ズリーには、オーストリア・ハンガリー帝国の戦艦である。ラデツキー級戦艦の一隻で、全土級戦艦に数えられる。艦名は、ハンガリー王国のクロアチア系の名家、ズリンスキー家を称えたもの。ラデツキー級戦艦の3番艦となるズリーには、1908年11月15日に、トリエステのスタビリメントテクニコトリエスティーノで寄港した。年月日には、 浸水、1911年7月には巡航した。第一次バルカン戦争中の1912年11月から1ヶ月間、ズリーには、戦艦、ラデツキー、エルツ・ヘルツォーク・フランツ・フェルディナントなどと共に、エーゲ海へ派遣された。第一次世界大戦が勃発すると、ズリーには、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の第二戦艦分、艦隊の一艦として実戦に参加した。 イタリア参戦直後の1915年5月24日には、水雷艇2隻を伴って、イタリアのセニガリアを攻撃し、鉄道の駅などに損害を与えた。その後、オーストリア・ハンガリー帝国海軍は、数的に優勢な連合国側海軍との無理な交戦を避けて、戦力を維持し、連合国側が一定の戦力を控えを消せざるを得なくする戦略を取り、本艦についても、 温存策が取られることとなった。砲撃を行うズリーに1918年、ハプスブルク帝国が崩壊すると、丘陵内の各国が独立してオーストリアは海を失った。そのため、残存する海軍艦艇をいずれかの国家に引き継ぐ必要が生じた。イタリアが艦艇を接取して軍事力を増すことは特策ではないと考えたオーストリアは帝国から分離独立した。 新生国家スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国に海軍を引き渡すことを取り決めた。しかし、戦勝国となった連合国は、オーストリアとスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国間での協定を承認しなかった。そして、連合国は各々オーストリア艦船を接収することにした。こうしたわけで、ズリーには、形式上クロアチアの海軍士官、 マリアン・ポリッチに引き渡された。そして、1919年11月22日、ポリッチは、ダルマジャのスプリットにて、ズリーニを、戦利官として、アメリカ合衆国の海軍代表に引き渡した。同時に、ズリーニは、アメリカ海軍に収益させられ、EE ハズレット海軍隊員が、指揮官に就任した。当初、アメリカ海軍は、 上院として4人の士官と174名の水兵を当てがった。しかし、その後は全くの予備役に回した。ズリーにはスプリットに1年近く止め置かれ、その間その最終的な処分についての交渉が行われた。1920年2月9日には激しい嵐に遭い、ズリーには座礁、その結果動力機関は下ろされた。1920年11月7日の朝、 ズリーには退役となった。その後、駆逐艦、ブルックス及びホーベイの補佐の元系寿命官、チャタヌーガに栄光され、ズリーには、イタリアのパッパジャマで栄光された。ベルサイユ条約とサンジェルマン条約による取り決めにより、最終的にズリーには、ベネツヤにて、イタリア政府に引き渡された。そして、その後解体された。ありがとうございます。